回だよね、今日でね。さあ今日で第12回新宿 PR 紅白戦、まあ、対戦会12回目なんですけど、今日は男だらけのクリスマス大会ということで、寂しいながらも熱い男6人が PR をしに新宿に来ました。紅白戦、あ、3-on-3をやりたいと思うんですけど、まず先方が三味線さん対、サライさんのアンジ、さあテスター2人チームとアンジ2人チームみたいなですね。あとイノとジャスティスがそこに加わっているので、まあ三味線さんはサライさんには結構勝ってるのかな。ただサライさん結構ぶっ壊してくるんで、そこが思って、わー、エース強い、まあ、暴れちゃうと入っちゃう。はい、落ち着いて網が入って、はい、置き攻め。さあどっち、あー見えない、あーつながんない。おー、あー、サライさんワンチャンス逃した。あー、しゃがみエースずるい。よっ、あー網は強いね。網ダメージ減っちゃダメだよね、さあサライさんはどっかで封じをぶち当てると漏れなく攻めまでついてくる。だからシャミセンさんはしゃがみエースも立ちエースも空中のエースもいろいろ使う。あ、来た、はいはい。相手チームだけど若干アンジを追いしてしまった。さあ網張ってリンガー、さあ置き攻め、見え、おっと後ろのリンガーがどっか行ってしまった。さあ置き攻め、はい、これは痛い、置き攻め、そうだよね、うん、入れてパジック、中断、見えない、青キャンできてる。さあ毒もついて痛い、さあ見え、おー暴れた、うまい、あー何やってるさあだよね。わあうまい、一本今勝ったでしょう。今日のいいよ、一回で一回でいいよ。さあ先ほどから何回も戦ってる、今回初めて来ていただいたあのハメンツさん、僕はもう動画しか見たことないです。そうですね。ただ来てテスト戦、きつい。まず勝ってたよね。うまいですよね。ずっとギルティやってたんで。俺はやっぱ堀田さんと戦ってるからね。対ジャスティスがね、忘れてないんだよね。今日のチーム分けね、サンタさんを信じてそうか信じてなさそうかって決めた。ちなみに信じてそうなのはケスケさん、シャミスさん、木村さんだと。はい、あーだだ、サキュバスがいい位置。はい、さあ、さあ、これ、おー、いい技入った、はい、わあ中段が避けられなくて、こうなると中段が動けて、うわー、無理やり、うわー、ラッキー、はいはいはい、これは、はい、いけない、しかし画面端、あーだだ、この距離は頑張って、ハメンチは、うわー、それでもなお突っ込んでくる。今、裏じゃん、今、裏あたりだね、よくある。あー、よかった、ラッキー。あー、しかし、あー、カスあたり。さあ、ハメンチさん、頑張ってほしい。あと一発、いい技、打ち得。ゲージねえのに、打ってくる。いやー、しゃがめ最強。ジャンプ入る、あー、キンバー、ラッキーだった。バックスで距離離して、しかし距離を離してもあんまり、あれ当たんねえんだ、なんだろう、根元の方にしかないのかな、あのダッシュはね。でも頭入ってるよね、俺はね。さあ、頭巻いて、だけど後ろから行くときにあれきついよね。アミガード、ちょっときついけど、近寄るな、待って、近寄っても隙が大きい、はい、いや、それでも投げたかったが、ジャンプしている、警戒している。シャミセンさんも動けてないぞ、なんか。いや、瞳が当たって、これはゲージはたまらな、たまるんだ、あ、たまらなかった。しかし、めくりか、見えない見えねえよな、シャミセンその技。
もう今日ね、5回ぐらいやられたよ、あれ。あ、来た。あー、これはちょっと安かったか。いやーと、バーストで押し込む。これはエグゼが届く。悲しいかな。3対1みたいなもんだからね。テスト戦は。次は AJF さんにも。さあ、AJF さん、そこでちょっと一回、まあ、終わって、出番ですよ。出番ですよ、大将。大将出番ですよ。大丈夫、テスター戦得意でしょ、AJF さん。さあ、カードが使えねえと。さあ、丁寧なプレイになるのか、乱暴なプレイになるのか。まあ、しゃがみです。はい、はい、立ちです、強いね。これ僕かもしれないってことですよ。空中から中段、めくりはガード。ES、バック。おっと、ダウンバーストだった。いやー、エグゼ前にあって。風神当たる。ちょっとフォローうまくした。オンで、これはガードフノーから、やっぱりガードフノー。まあ、しょうがないね。しゃあない、しゃあない。まあ、暗示戦はね、ニノだとしても飛んじゃいけないところがちょっと一個あるっていう。暗示は対決強いからな、しかもリターン高いから。特に AJ さんはね、パンチからの、ね、パンチ2、3回ポンポンとしてからの連続バッチリ。わー、いいタイプ。テスト耐久強くなったの本当ダメだな。これはダウン復帰できる。低空ダッシュ通って画面端にご招待。タクは中段立っている。警戒当たる。これはでかいぞ。ゲージもいっぱいある。これは殺す気満々。おっとダッシュが届かなかった。おっと投げは読んでいる。 B 回ケスケさんチーム2人目は木村さんです、ね、いやー何も忘れんかったわ。しょうがないよ。やばいわ。あっという間だからアンチは、ね、まあ波動拳難しいから、テスタメントに使いにとって波動拳一番難しいコマンドだから仕方ない。今日木村さん結構勝ってたんだよな、ね、木村さん今日は動けてそうな。さあ大会補正の木村さんがやってくれるんですよ。参加者の中で一番サンタさんに近い男。痛いけどファーストでブーメランしてきて、あ痛い、これは痛い。画面中央へニノってガーフ行きたっけ。お攻めはいけるっぽいな。 FB シツガーフから中央、あもう一回入る。もう一回ガーフがついてくる。あーっとこれは重なっていない。これはしっかり多分やってられたんでしょうね。あるよ、まだ威勢がいい。諦めてない。まだ目足いけない。でもやっぱり強い。お互い強い技を当てようとしている。中段中段を立って、おー見てからじゃないな今は。基本あの中段からしかなんだろう高いコンボないんだよな、いのは。だからなんかタンクがやっぱ高いのはアンジ側だから、結構いいのきついんだろうなこれ。でも、まあ、木村さんはね、なんかいろいろ落とす人だから、地上戦はそんな技でしょ、悪くないと思うから、技能的に。木村さんも言ってたけど、飛んじゃダメって言ってましたね。でも、色で飛ばなくて、いや、対空、かられた。友人、リーン、F、あっと、狂言、FB 狂言で、逆の画面端、空中投げで中央に戻す、タッチパンがやはり強い。あ、交際か。今のジャンプ系も何気に強いんだ。強いね。うわこれはいけ。まだまだある、まだある。体力があれば十分。ゲージもあるので、これいつもねガードポイントがあるせいであんまりね。そうなんですよね。タッチパンもガードポイントも厄介なんだよな。ずらすとタッチパン飛んできて、アンジはフラフラしてチャンスを伺い足払い。置き攻めはまだある。強気で突っ込んで、まだ十分ある。体力同じぐらいになってきた。さあこれを巻いていけましたね。
まだある、あと6秒でゲージ残したのが良かったですね。さあ ADF さんが、まあ、これちょっとチハイエース使ったところにしゃがみエース、カウンターは痛い。風神からの、いやマジ痛い、これはガーフかな、ガーフでした。ホールドも無駄、強い、もっとバースト読み、ただこれは、まあ、アタシバンが地上戦でも強い、他戦はワンチャンもあるが、対空は何も出さずに地上投げ、下段で暴れる、中段下段ワンチャン来た、画面端、フリーフリーフリー、距離的にガードポイント警戒したっぽいけども、最強の判定しますから FB 以降は。はい、大将戦です。さあ我らが大将ケスキさんですね、さっきやってましたけど、いや絶対多分めっちゃ警戒してる距離でしたよね。FB 以降は読んでても避けるのは結構厳しいですよ、全然めちゃくちゃ座れるから。おお、最終戦左バスを使わせてアチパンバー対してたっぽいけど、ちょっとタイミング合わなかったっぽい。さあ青からこうなるとテッシュが、さあクリスマススペシャル大会、これ取ってくるんですけど、優勝はどちら、これは痛い、これは死んだから、ループがあって根性師はないがこれは耐えるでしょう。デタグル読んでいる、おっとここでオーレット絶対安心、オーレット中段当たる、こっからでも十分あり得るのが、そしてまた FB 行こう、これアンチこれなんだよな、ガードポイントがある、もう相手ドットだったらあれで暴れればいいからね。いや痛いのがカウンターしてコンボはミスる、リレーの立ち合い数当たったが、まあまあ、中段で中央、さあ AG さんの2階になぜかしゃがみハイエースがカウンターしている。さあこれはしっかりワンパンで、ここまで来たらケツさんのペースもうリーチがかかっている。あー痛い、これ、ね、通過したかったが当たってしまう。このまま立ち回りを強化してダウンは取れないけども、こっから花火が飛んでくる、踏ん張りどころ避けたかったが間に合わない、バーストも使ってしまう。まだ死にはないけども、ただゲージはたっぷりある。マーキング消えたが前パン振っているところに前エグゼ、これは止まるでしょう。最終ラウンドだが確かにアンジがバーストがない、これはきつい、いやこれは高い、アビがカウンターしている。アンジはね、あれが攻めは下段下段、アウから攻めが終わらない、最後に中段崩れる、バックステでエグゼかわして戻る、いやー警戒していたのにだが足払いしたところに当たってしまった。中段立つパシンパ、さあしっかり避けて、さあアンジ落ち着きたい、 AGF さん落ち着きたい、そこ無情にもまだゲージがあるから、これは崩れたらテスターの片目が終わらずに封じ通るか、ミスカウンターしたかった、危ない、1名取り留めたけど、これは当たる、ジャンプ P 当たってましたね。まああれナイトメアね、強いからな。クリスマスナンバーワンはケスケさんチームですね、おめでとうございます。で今日優勝したのはサンタさん信じてるっぽそうなチームのケスケさん、シャミセンさん、木村さんですね、おめでとうございます。どういう記事初めてよ。いやなんかそんな気がしてさ、パンタさんか、プレゼントくれるかな、靴下置いとかないとダメだから、現金100万円希望なんだけどそれはちょっと夢がない